東京マーケットワイド生放送でお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部の浅井洋三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか暑そうですね。いい天気ですね。東京はね、風暑いんですけども、風が多少ありますんで、まあ、朝はどうなることかと思いましたけども、若干の爽やかさは残るような暑さです。ああ、そうですか。まあ、相場の方もですね、少し温まってきたようですが、どうでしょうか。そうですね、先週は先週末、米中の追加関税、報復関税が発動されまして、はい、それでそこまでこうリスク回避のためのポジション作りをしてきたところが買い戻しに5場動いたという形になりまして、ということで今週はですね、その流れ、ひとまず戻りを試す動きになりそうな感じでございます。はい、貿易問題、今後ですね、まだいろいろ出てくると思うんです。米中だけではなくてですね、欧米でありますとかそういうところがあると思うんですけれども、ひとまず目先の悪材料は通過したというところでしょうか。はい、というところで、ちょっといつもの通り見ていきたいと思うんですけれども。はい、お願いします。はい、ニューヨークダウの30週平均株価はご覧の通りこう戻りかけているような状況にはあります。ナスダック総合指数の方はかなり強くてですね、再び25線を上回ってきた感じなんですね。ここをちょっと窓を開けてますけど、それを埋めたような感じになっています。10年国債利回りは引き続きちょっと金利自体弱めの金利の動きになってまして 2.8% 台前半というところですね。はい、上海総合指数は米中の貿易摩擦の影響を受けまして、下落基調歩調が続いているという状況ですけども、今日はですね、これ昨日先週末までなんですけども、今日は急反発して、この辺りまで、という形でですね、戻り歩調になってで、ちょっとこの今までのこのだらだらとした下げからはちょっと変化の出てくる45ポイントぐらい上がっていると思いますので、はい、というところでちょっと変化の兆しは見せてます。動作も相場、これも先週末までですけども、ずっとこう下落が続いたと。円相場の方はこの110円台で非常に堅調なといいますか、円安気味の動きで推移しております。というところで、この110円で推移して、第一四半期決算が今月後半から発表があるんですけども、3月決算のですね、第一四半期の決算で多少ちょっと期待を持たせるような動きにはなってますね。だいたい107円台が平均的なその企業の今期の前提為替レートですので、若干やっぱり円安気味で動いているということは、何かこう市場がこうリスク回避一巡したりとです、今のような感じになってくると輸出関連なんかがちょっとこう買い直される動きになってくるというところです。はい、日経株価の方はこのような形で、先週末そして今日とです、今日の前場まで入ってますけども、急反発の動きになってきまして、ここで25日線、失礼しました、75日200日線あたりが2万2000の100円台から200円あたりで推移してますので、このあたりちょっと一旦の関門になってきます。戻り、売りをこなしてですね、もう一段落できるかどうかというところの水準が一つ少し上にあると。一方トピックスの方は見るとですね、小型株とかかなり大きく売られてましたので、それの反動高が若干期待できるかなという感じです。まだちょっと上値に余裕のある感じですね。これも前場まで入ってますけども、だいたい1,700〜1,750ポイントのところまで戻す余地はあるかと思います。そういうことを考えますと、日経平均ももうちょっと上まで行く可能性あるかなとは思うんですけれども、週足はご覧の通りでございまして、この、50日周線ぶつかって今日は反発しているというところですね。新安値銘柄数なんですけれども、ご覧の通り、この原油安、中国株安、円高でですね、急落して、ずっと急落していたところで、14,952円、これ1023銘柄ありました。年初安値をつけた銘柄ですね。ここは英国の EU 離脱の時の716銘柄、そしてここはですね、フランス大統領選挙がの
がちょっと不透明感があったりとか、それから北朝鮮のミサイルの発射とかがあって644銘柄というと、大体まあ500から600以上をつければですね、目先的にはちょっとこう反発するような水準まで来たということは言えることを思うんですけども、7月5日は552銘柄まで新安値銘柄つけたというところですね。はい、あとまあ信用改ざん、ちょっと期日がいろいろやってきているようなんですけれども、ピークからまだ1割しか整理されてません。まあ先週もちょっとお話したんですけど、2割ぐらいはちょっと整理されてもいいかなと思うんですけれども、反発のためにはですね、ちょうど1月に高値をつけた銘柄がまあたくさん輸出関連中心にございまして、そちらの方の信用期日、6ヶ月目の期日が今現在やってきているというところなんですね。まあ、押し目買いで入ったところもあるので、7、8月にかけてくる、まあ、もし一段安大きく下がれば投げも出てですね、早めに整理は進むと思うんですけれども、そういったところがちょっと気になるところではあります。それから業種別の株価指数の動きですけれども、医薬品はこのエーザイの地方省薬、アルツハイマー型の地方薬小薬の薬効確認ということで、それに引っ張り上げられる形でずっと伸びてますけれども、他のところは若干ちょっと足踏み、特に小売りなんとか陸運あたりはかなりちょっと弱めの動きにはなってきてます。一方で輸出関連の方なんですけれども、こちらの方もまちまちなんですけれども、まあ電気なんかはちょっと横ばい、どちらかというと電子部品とかが個別的に買われているような動きでしょうか。輸送機器なんかも若干ちょっと上向きというところの形にはなっております。はいはい、さて、今日の銘柄なんですけれども、対52週線、まあ、長期線ですね、週足の長期線の下方乖離が大きい、まあ、そこそこの規模のある銘柄を中心にちょっとどんなものがあるか、戻りが期待できるのどんなものがあるかというのをちょっと注目してみました。まずですね、まあ、機械設備投資関係が非常に多いんですけれども、この機械の津上ですね、こちら精密加工の工作機械の会社なんですけども、中国のスマホ向けがちょっと不透明であるということ、あと自動車部品向けは好調です。 DMG の森正機は工作機械の世界大手ということですね。こちらなんかちょっと注目したいと思いますが、ナブテスコは産業ロボット向けの精密減速機の世界シェア6割、大福は物流機器が世界トップを競っている。日本製鋼米鋼ですね、こちらベアリングの最大手で、こちらもですね、機械半導体製造装置向けに好調であるということですね。 THK は工作機械ロボットに使われる直導システムの世界トップでございます。三菱電機は、総合電機の大手ですけども、ご存知、産業ロボットとか、ファクトリーオートメーション FA 向けのとかですね、それからパワー半導体、まあ、ロボットとかパワー半導体に強いということですね。それから、オムロン、こちらはセンサーとかスイッチなど制御機器の大手でございまして、半導体とか自動車向けが伸びているということです。ヘルスケア、血圧計などヘルスケア事業も好調ということですね。あとアルバック僕は薄型ディスプレイ製造装置の大手で、半導体の制膜装置が好調ということです。富士通ゼネラルは家庭用のエアコンが海外で、高いシェアを持っています。中東とかが在庫調整でちょっと低迷しているんですけども、欧米中国が好調ということですね。それから2枚目いきますと、星電、こちらは、コネクタスイッチなど電子部品メーカーなんですけども、スマホ向けが不調でですね、一方ゲーム車載向けが伸びているということです。最後はまあご存知ファナックですね、コンピューターのようにロボットとか工作機械を、制御する数値制御装置のトップでございまして、FA とかですね、ロボット向けが好調なんですけども、中国とかのスマホ向けの特需が一旦ちょっとなくなって、そちらの反動源で業績が減益予想になっているということです。研究開発機なんかもちょっと重になっているところですね、というところなんです。まあ、こういったところ、工作機械とか設備投資関連、ですね、非常にちょっとこう早めにちょっと下げたり、する銘柄が多いんですね。まあ、そういったところでかなり機械受注とか高水準なんですけれども、まあ、それのちょっと反動源をちょっと懸念して下げてたということなんですけれども、こういったところが動いてくれば反発も本物ということになります。からそれからですね、まあ、先週も言いましたけど、村田製作所とか電子部品が非常に、ね、好調で、株が好調ですね。もみ合い高値上回ってまいりました。ここの高値を抜いてですね、から TDK なんかもここの高値を抜いたところで揉み合ってましたけども、再び高値を抜いてまいりました。あとこの辺りも動いてくれば、ちょっと流れが広がるかなと思います。ソニーなんかもちょっと一旦高値抜いて押してますけども、再びちょっと上に行きたがってるような動きにはなってますので、注目したいなと思います。はい、というところで、さてちょっと告知を2件させていただきたいんですけれども、はい、すいません、奈良県の橿原市でですね、内藤証券資産運用セミナーということで、
橿原市商工経済会館7月11日2時から3時45分までですね、日生アセットマネジメントの渋谷雄平さんという方をお呼びしまして、今後注目される投資セクターどういうのが注目されるかというのをちょっと紹介しました。あとうちの田部芳彦チーフアナリストが当面の指揮を見通しをお話しさせていただきます、ということでこちら074428-4711の方に先着50名様で募集しております。こちら電話だけの募集になっておりますのでよろしくお願いいたします。あともう一件、横浜市、内藤証券株式セミナー内外経済と市場展望ということで、武者良二さんですね、武者リサーチの代表の武者良二さんに、来ていただきまして、内外経済と市場展望デフレ脱却と連動し日本株は世界有数の投資リターンを提供しようという、まあ相変わらずのです、強気なんですけれども、はい、まあ、どういったところが有望なんかもちょっとお話ししていただけると思います。こちら045-780-5021、内藤証券の金沢文庫支店に直接お電話いただくか、あとこちら、ついてますけどもインターネットでも申し込み可能ということでございます、というところでですね、こういった2件の講演がございますので、ぜひ、参加費無料ですので、ふるってご参加くださいということなんです。11日が柏原支店、18日が金沢。そうですね、11日は柏原こちらです。はい。はい、こちらが18日ですね、はい、でございます。というところで、まあ電子部品とかがちょっと動いて、まあ第一四半期の決算に向けてですね、まあ、そういったところなんかがちょっと再評価されるような形になってきてますので、まあ、ちょっとところが広がってくるか、そして工作機械とか設備投資関連がちょっと出直ってくると結構でかいと思うんで、悪材料とかもしあったとしてもですね、例えばバブル崩壊後の建設株のようにこう悪くてもこう戻すと、需給で戻すというところ、相場の局面が今後出てくるかもしれませんので、そういったところにちょっと注意したいなというふうに思います。はい、ということで本日は以上です。はい、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい。